長井駅は、山形県長井市栄江町にある、山形鉄道フラワー長井線の駅である。山形鉄道本社のほか、公務区も長井駅構内に置いている。長井停車場1923年4月22日、長井荒戸開通記念の絵はがきより、島式ホーム一面二線の地上駅で、駅本屋とは、構内踏切で連絡している。 長い駅構内踏切とホーム改札口はなく、ホームには自由に入ることができる。両、ホームとも赤湯方面、荒戸方面への発車が可能であるが、通常は乗り場が固定されている。側線には、補線用モーターカーの車庫がある。モーターカーの車庫に隣接して、旧貨物ホームが残る。西側には縮小されながらも防雪林が残っていたが、駅周辺の整備事業のため、 2009年9月、初めに伐採された。その後、防雪林跡地が公園として整備され、駅舎からホームへの踏切が延長される形で、西側の公園と連絡された。公園は、駅西側の住宅街につながっており、駅の西側入り口も兼ねている。ただし、当記間は除雪されないため、ホームから公園側の踏切が閉鎖となる。社員配置駅。旅行センター。 自動券売機、待合所、ギャラリーが、駅舎内部に置かれている。旅行センターでは、公券乗車券、公券入場券、回数券、定期券のほか、JR 線乗車券、特急券類を取り扱っている。長井駅旅行センター待合室内には、売店、駅そば屋がある。乗り橋 AA バス、長井駅前停留所。ただし平日のみの運転。 1>, 1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。